今日はですね、サッカー界においてもう名門中の名門である流通経済大学サッカー部様のご依頼をいただいております。世の中のスポーツ現場でまだまだランニングテクニックで走っている選手がすごい多い。これをスプリントテクニックに変えさせていただくことで足を速くするってところをいろんなところでさせていただいてるんですが、今日も頑張っていきましょう。バモス、バモスこれは迷ってるからね。迷ってる迷いですね。そして皆さん、今日よろしくお願いします。お願いします。走りの学校の和田健志と申します。物理的にどうすれば速くなるかってところをまずみんなに分かってほしいんですけれども、例えば足が速いサッカー選手ってどんな人がいるんですか？メッシ。その通りですね。メッシさん、僕でも知ってます。速いよね。例えばじゃあムバッペさんとか速いと思うんだけれども、どれぐらい速いかっていうと、秒速10メートルで走ります。多分ね、50メートル測定だと5秒後半から6秒0ぐらい。その選手たちの地面に足がついてる時間ってどれぐらいか分かる？ 0.1 秒。お、そうなんです。そういう選手って地面に足がついてる時間が 0.1 秒ぐらいなんですね。ほとんどの人が 0.1 秒以上かかってしまってます。だからまず 0.1 秒で地面を足から離せないといけないんですね。まずそこから今日は練習していきたいと思います。じゃあまず地面に足がついた時に足があるべきポジションの練習をします。これをベースポジションと呼んでるんだけど、でまず左足を地面と平行に上げてください。 OK。 この時につま先を、ね、ま前に、でここでこの膝がルーズにならないように、ルーズにならないでキュッと10秒間いってみよう。1、2、3、もうちょっと4、5、6、7、8、9、10。 OK。 反対側の足10秒。次はこの高い状態で膝をまっすぐのまま上下に上げ下げ20回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 反対いきましょう。よーい、スタート。OK。 みんなきつい感じするかもしれないけど、バッチリです。走るときはね、この高い位置を切り返しで走ります。左軸のベースポジションから右足のベースポジション、これをスイッチするだけです。みんなの動きはこの途中にいろんな動きが入っちゃうの。足をついてグーって反対側の足を持ってきてこうなる。そこまで余計な動きが入っちゃってます。基本的にはこの後のシーンっていうのはこう、この後からこう、これをただ繰り返してるだけです。じゃあどうすればそれが繰り返せるかっていうのを今度やっていきます。次に膝を伸ばした状態でのジャンプ、これを行っていきましょう。10回上にジャンプしてみましょう。せーの、10回。各自10回だよ。あ、10回か、うん、OK。 今度はこれをさっきのベースポジションでやります。この姿勢をキープしたまま左右5回ずつ。下の膝が曲がっちゃダメです。まっすぐまっすぐ。じゃあ次は右足3回飛んだら入れ替えて左足3回。これを2セットずつやってみましょう。よし、じゃあここから次にミニハードルを使っていくので、じゃあトップチームが前何列かで、その後ろ1年生が来るようにしましょう。まずこのミニハードルの間を1、2、3、1、2、3、1、2、3と超えていってほしいんですけれども、足が地面についた時に反対側の足が上に浮いているようにしてほしいんですよ。ダメなのはついたけど上がってない。なんでそれがダメかっていうと、この時点でついたけど上がってないってことは、右足が前に来るまで、上がるまで左足が地面から離れられないでしょ。これが速い人っていうのはついたらもう上がってるぐらいの感覚で上げてます。5秒後半出してる人で反対側の足がここにある人っていうのは誰もいません。つまりこのタイミングで足を上げようとした瞬間に足が速い選手になるっていう確率はゼロになります。なのでその入れ替えをまず合わせるってことをやっていきます。リカロ先生、一回お手本をお願いします。ではですね、この腰に当てていただいて、ここで一回このベースポジションを作ります。ここで1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、いいです。
しよし1 2 3 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 1
3でのジャンプを高くしてみましょう。せーの、1、2、3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 、
足がこう自転車みたいに回ってるのか。でこれ超重要なんでこの手をぶらさないでいきましょう。せーの。せーの。せーの。次ゴールラインまで行きます。ポイントは着いたらすぐに上がる。みんながまだ地面を捉える感覚がないのね。一歩一歩捉えたらすぐに上げる。捉えたらすぐや、捉えたらすぐや。それを意識して横まで行きましょう。せーの。そう、短い感じ。せーの。そうそうそう、それ短い感じで前に前に前に、そう。せーの。早くない？早い。これきついわ。せーの。前に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 。今度はこれに腕振りをつけていきます。まずみんなここで腕振りの練習しましょう。 OK。 これはねちょっとみんな小さいです。ポイントはここをするように真下に振って大きく、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。腕振りはポケットの横を通過するときに足が地面をぐんと捉えます。じゃあトガ君デモンストレーションお願いします。腕を振った瞬間にぐんと加速していく様子が見てもらえたと思います。ダメなのはここまで足の上がタイミング合ってるんだけど、こっから急に前の足になっちゃう。これダメです。なので最初の1本は速くなくていいんで、このリズム、このリズムに対して 手を合わせていく。フォーム走を行っていきましょう。人によっては今まで走ったことないスピードが出る人もいるので、ストリングスに負荷がかかります。なのでまずはコントロールできる速度8割ぐらいで今日はやってみましょう。今まではずっとこう上げる方を意識してもらいました。でも上げる方はだいぶ良くなってきたんで、ベースポジションまで来たら今度はすぐに叩く。これを意識して足を反発させていきましょう。みんなすごいいいです、すごいです。1個だけあるとしたら設置時間がまだ長い。これよくあるのが、力があったり筋力ある選手って力に頼って力強く押そうとしてしまったりします。この中の中でも力がすごくあるんだけど設置時間が長い選手っていうのがいます。そういう選手は特に走りにおいてすごい大きい伸びしろがあります。逆に言うと短い設置が得意な選手っていうのは力強くプッシュすることを垂直跳びとか覚えるとスタートラッシュが早くなったりします。でただ全体的に設置時間がまだ長いので、最後の1本は最初から腕を振っていいので、地面についてる時間をできるだけ短く、すぐにベースポジションに上げる。これがこう伸びちゃうと戻ってくるまで時間かかるので、聞いたらすぐキュッて止めて、キュッて止めたらすぐに落とす。これテクニックがあるので、まず今日は競争じゃないので8割9割ぐらいで最初から腕を振って、あの赤いコーンまで最後行ってみましょう。そう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 。
地面からみんなの設置のね伝わり方がこうドンっていう感じじゃなかったの。なんか押してる感じでした。ただ今最後の走りってかなり多くの割合での選手が弾んでいてドン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 と衝撃が伝わってきました。その感覚がすごい大事になってきます。その弾む感覚を追求してみてください。今日やったことっていうのは基礎中の基礎です。これからスタートダッシュだったり方向転換からのダッシュ、いろんなことをやっていくんですが、まずこの基礎中の基礎が一番大事なので、ぜひみんなで練習してみてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。やっぱり能力は高い。高かったですね。そうですね、はい。ただやっぱり最初の走りと最後の走りってやっぱ全然変わってくるじゃないですか。はい。戸川君どうですか、陸上選手からの視点として。そうですね、まさか振られるとは思ってない。3人しかいないんだよ俺たち。準備しようぜ。サッカー選手の設置と陸上選手の設置ってやっぱ違う。全然違います。どんな風に違う。反発のもらい方がまだ不十分ですよ。そうなんだよね、はい、スプリンターの設置とこうランナーの設置全然違って、まさに今日の選手たちはジャンプの能力がすごい高かったんだけれども、テクニックでいうとランニングテクニックで走ったんですね、うん、なので速いランニングからスプリントに変えられたと思いますので、今後の彼らの活躍がさらに楽しみになりました。ぜひこれを見てくださっている方々も彼らと同じようにランニングからスプリントに走り方を変えていただけると嬉しいです。全国の足が速くなりたい全ての方々に情報を届けられるように僕たちも一生懸命頑張っていきますので、また次の動画も楽しみにしていてください。バモス！バモス！いいねー。いいねー。